八王子は福島県藍津若松市にある新言州の寺院。三号は諸領山。藍津総母大所、藍津高野山などの別名を持つ。広報元年に空や商人がこの地を訪れた際、阿弥陀仏と経典を収めた道を建立したことが始まりとされる。阿弥陀道は天正十七年に伊達政宗によって焼き討ちにあったが、その後文六年間に再建された。 境内は、阿弥陀堂本堂とし、右に、十王堂、左に、空屋小人像を安置する空屋堂があり、奥に、奥の院がある。他に境内には、二王門、空屋清水、主郎があり、寺名の由来となった、かつて八王の霊があったとされる池、赤井がある。阿弥陀堂は、桁行き三軒、張間三軒、屋根は単層かやぶきで、入りもや作り、妻入り。 1904年に旧古社寺保存法に基づき特別保護建造物に指定され、1950年の文化財保護法施行後は重要文化財となっている。福島県藍津地方では、毎年、盆前の8月1日から7日までの期間、この八王子に死者の供養のため参詣する、冬木沢参りという習俗が広く見られる。家族が死亡したら、 死者の発盆を迎える前に、家族や親族が、個人の歯、骨、爪、毛髪などを持参し、木製の小型の骨こつ頭部や納骨器に収め八葉寺に奉納する。この習俗は、冬木沢参りの習俗として、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択されており、 放納された文六年間からの14,824点の小型納骨唐馬及び納骨器は八王子放納小型納骨唐馬及び納骨器として国の重要有形民族文化財に指定されている。また、毎年8月5日に境内の空屋道前で放納される空屋念仏踊りは福島県の重要無形民族文化財に指定されている。 新編合図フード機関の86冬木沢村の子、広報元年一柄を、はじめめ、経営ラエル書のみだの像を安置し、赤の意を掘りりしか、中に八葉の連名を生せしとかや、よって、如来山八葉寺と名家、また、多年招致を求め、今ここを、とくるとてしっち上樹院と合須道、この地を続に合図の高野と唱え、毎年7月昨日より11日まで延期の、 男女唱修理、死者のために葉を、道中に、納めめ、奥院に、孔花、茶の湯を、伝修来本会あり、この時諸存より、一子集まり、亡者のために過去将来のことを、ゴール、三景たしありがとうございます。